Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir oyunumuz var. Evet, bu oyun seri yapıldık dostlar. Track to Yomiro bir oyunu. Bakalım yeni bir mafya doğuyor. Şöyle kolaydan başlayalım. Bakalım şimdi ilk bakış yapacağız. Ve oyunun ilk bölümünü sizlere sunuyorum. Canlı yayınlarda da bu oyunu oynayacağız.真の調和を保つ者は幾年もの先を見抜くことができるというが、全ての調和を乱し者は一寸先をも見抜くことができぬ。一歩一歩進むのだ。気を抜くでない。一寸先を感じ取り、己が選ぶべき道を知れ。息を満たし放つのだ。己が心を開け。邪念を鎮めるのだ、ヒロキ。侍ならば心得よ。幾度も同じことを繰り返しております。先生、何故にこうもせねばなりませぬか。侍とはいつまでも型を極めようとするもの。さあ、邪念を鎮めよ。息を満たし止めよ。向かい合いし者の意図を汲み取るのだ。気を散らせば死を見るぞ。今一度始めからだ。はい先生。手ほどきするは学ぶこと。故に今日は我が先を行こう。間合いを空けよ。Şöyle hareketler. Şikato Mio. Evet, öğretiyor şu an bize. Onu da minitskeşi vaza o misete miyo. Şiroki. Ya ne diyor? Aşağı doğru. Tamam oldu.目を離すでない。一時たりとも相手に背を向けてはならぬ。刀を振ることしか知らぬ者の先は見えておる。守りを固めるのだ。防げ、ヒロキ。防ぐのだ。防げ、ヒロキ。相手の気力がそがれるのを待つは愚か者のすることぞ。風のように動け。さすれば刀に囚われることはあるまい。
Aynı anda bastım ben bir dakika. Ha bir dakika tamam. Evet aynı anda bastım. Konnichiwa kokomadeda. Konnichiwa. Sanjiro-sama. Sanjiro-sama. Ichidaiji de gozaimasu. Hiroki. Koko ni ore. Saredo. Shugyou wo wasureru de nai zo. Onogashi ni shitagau no da. Tsune ni na.ヒロキ、無事でおれ。アイコ殿、我々はどういたせばよいでしょうか。父上があれほど案ずるとは、気がかりでなりません。何があったのか明らかにせねば。されど先生は。これはお稽古よりも大事でございます。参りましょう。向かったのでは？こちらへ。先生はいかなる時も稽古を立つことはありませんでした。何か気を悪くされたのでしょうか。何をおっしゃいます。ヒロキ殿、あなた様は父の自慢の弟子でございます。何年言ったらわかるんだ。これは売り物じゃねえ。ヒロキ殿、愛子様へ一つ手土産でもいかがかな。サバ、アサリ、スズキ。この老いぼれの荷車を動かすのをお手伝いいただけませぬか。三十郎様がかけてきたのに仰天してしまい、溝にはまってしまいまして。承知いたしました。先生はどこへ向かわれたかご存知でしょうか。かたじけのうございます。三十郎様はものすごい速さで上に上がっていかれました。門の外で何かあるようでございますな。拙者は、あ、愛子殿は、その…お顔が赤くなっておられますよ。今は先を急ぎましょう。美味しそうではございましたが。毎日おめえの荷が道を塞いでんだよ。耐えかねることを耐えてこそ、まこと。この老いぼれの荷車を動かすのをお手伝いいただけませぬか。三十郎様がかけてきたのに仰天してしまい、溝にはまってしまいまして。
仕上がっておられるってことかい。おう、そうさ、あんなバカ野郎の言うことは聞かねえこったね。ケインさんは足が止まったものを召し上がるわけねえだろ。Evet, oradan çıktık. Şuralara bakıyorum. この老いぼれの荷車を動かすのをお手伝いいただけませぬか。三十郎様がかけてきたのに仰天してしまい、溝にはまってしまいまして。この老いぼれの荷車を動かすのをお手伝いいただけませぬか。三十郎様がかけてきたのに仰天してしまい、溝にはまってしまいまして。
この老いぼれの荷車を動かすのをお手伝いいただけませぬか。三十郎様がかけてきたのに仰天してしまい、溝にはまってしまいまして。承知いたしました。先生はどこへ向かわれたかご存知でしょうか。かたじけのうございます。三十郎様はものすごい速さで上に上がっていかれました。門の外で何かあるようでございますな。かたじけのうございます。何を気にかけているんだい。こんなとこじゃ何も起きねえじゃねえか。それで困ってんのか。商売上がってるから何とか切り盛りしてるってのさ。間違いねえ。早道がございます。通ればことになるやもしれませんが。されどお咎めになる先生もここにはおりません。それほど厳しい父ではありません。父上もここを通ってきたはず。ここで何をしておる、ぬすっとどもが。お許しくだされ。何も取ってはおりません。また振られちまったよ、兄貴。今度は何だってんだ。俺はあいつに言ったんだ。お姉さんだけどけ、足止まんじゃん。勝負ごとは相手よりも知らん。気がついてねえな。ここは一番。いかにも先生がいらっしゃるところに違いありませぬ。お急ぎよ。ワンダワンコース。急ぐだ。逃げろ。逃げろ。何者かの襲撃です、ヒロキ殿。それがゆえに父上はあれほど急いで。拙者から離れませぬ。先生を見つければ。奴らは村中におるよ。助けてやってくれ。誰か。いけませぬ。危のうございます。核のごとき輩など知りも及ばぬ。この村のすべての小道を存じています。どうか人目のつかぬところへ。あなた様に何かあれば先生に合わす顔がございませぬ。そして拙者は、拙者は弘樹殿、お行きくだされ。案ずることはございません。構造、いかにしてわしを止める気だ。拙者は侍じゃ。侍。臆病者が。Evet, seni hızlıca aldım. Yeah, yeah.
だ。見逃してくれ。諦めな。そいつを楽にしてやれ。臆病者が。あいだあいだ。え、してき。お願いだ。見逃してくれ。サボクサボク。止めろ。そいつを楽にしてやれ。愚かに。おし。お前でかくろ。この無効水なもののふは誰だ。来て手玉の拙者は侍じゃ。ああそうかい。先生からしかと手ほどきを受けたのだ。迎え撃つ備えはできておる。あ、武器を置いて逃げるんだな小僧。逃げはせぬ。これは拙者の誓いし務めじゃ。ならば読みへ行け愚かなわっぱが。死ぬ死ぬ。あたきれ。様は守り神様の化身か何かでございますか。かたじけない色木様。三十郎様をお探しなら先刻この前を駆け抜けていきなされました。誰もおらん。行くぞ。己を顔かぶりすぎじゃ。내가뜯다아이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 다すでに村の多くが燃やされ多くの命が奴らの手にかけられておる。先生がとどめて相方が無事であればよいが。なんてこった。こいつら百姓は何も持ってねえ。塵も積もれば手厚よ。小銭も集めれば大層な量になるってもんだ。しっかり分け前をいただけるならの話だがな。心配ねえ。スサノオノミコト以来の極悪人だが二言のないお方だ。ま、酒だけはたんとある。飲め。百姓は何も持ってねえ。塵も積もれば手厚よ。
小銭も集めれば大層な量になるってもんだ。しっかり分け前をいただけるならの話だがな。心配ねえ。スサノオノミコト以来の極悪人だが、二言の死ぬ。己を買いかぶりすぎじゃ。あだだで。あ、ベタかっただな。楽にしてやる。役立たずだ、クロノア。うっ、命乞いすぎる。こいつの命などなんて。おのれ。ヒロキ殿、なりません。お逃げください。誰もおらん。行くぞ。死ね。注意さけ。すでに村の多くが燃やされ、多くの命が奴らの手にかけられておる。愛子殿が無事であればよいが。腕が、なんてこった。これはうざい。こいつら百姓は何も持ってん。しとめろ。俺を買いかぶりすぎじゃ。財官所はいつ来てくれるんだい。もう閉じろ。勘抜きをせねば。そこの木を持ってこい。早せい。まだ来るぞ。抑えろ、抑えろ。Devam ediyoruz.
止めろ。赤子をどこへ連れてったんだい。門は放っておけ。壁をの負け犬が逃げて。納得かと言われた。奴らが退いた。これは先生の行いか。ここにおとどまりを。刀か。年端もいかぬ小僧の手に我が折々幼し、我が我が父を討ち取りし時よりも参れ。刀さばきを見せてみよう。力を尽くせ。ilk bossa geldik hatta odakta kalktı ya. Lavin'in şeyi değişmiş. O yüzden alamadım adamı. Lavin diyorum yani. Gamepad'in tuşu değişmiş. そこで止まれ。無事に使うよ。これで死ね。Tamam aldık. Şundan devam. Sana bu. Mon wa hotte oke. Kabe o neko ni mo kanawan na.退いておる。これは先生の行いか。ここにおとどまりを。さあ、今。何の修練も積んでおらぬ。せい。やっべえ、なんてこっちがない。だから。頼む。死ね。
全部持って行きやがった。門は放っておけ。壁をの猫に逃げるのだ。よし先にしまえ。退いておる。これは先生の行いか。ここにおとどまりを。If all holds us。If all holds us。哀れな。何もできぬな。もうアダンピニッシュでやってる。見ちゃうのか。門は放っておけ。壁を登れ。
切り裂け。俺は買いかぶりすぎじゃ。やつらが退いておる。これは先生の行いか。ここにおとどまりを。何の修練も積んでおらん。ここは恥さらしだ。哀れな。うん。力を尽くせ。オフ。ここまだな。ここまで分がある。ラッパを切ろうとは武士の風上にも置けん。武士の誇りなど弱く恐れる者どもの大義名分。何も知らぬ俗名、恐れをなして逃げ出すなら今ぞ。恐れの主とは我のことよ、ジジイ。おお、그래서이기는믿어요이기는믿어요아담을뭐야뭐야여러유혹어떤기대신한벨리뭐다이게뭐다이게선생이기스대기히로키미나가오누시오타욧테오르미나오마모르토치비리오가세かしこまりました。たとえお主の命が尽き果てようとも。承知いたしました。よし、愛子を頼んだぞ。父上。先生の名を汚すようなことはしません。Evet, ilk bölümün sonuna geldik dostlar. Bakalım videosu fragmanda burada başlayacağız. Track to Yomi. İlk başlangıç bölümü. この妖術使いのごとし武将、まだどのようなものかわからぬ。そしていかにあのような軍勢を集めたかも。明白なるは残忍で容赦なき悪であるということ。奴の手下は。山から影のように密かに現れ、二つの村があったところには血と灰だけが残りました。大官所の助けは間に合いませぬ。奴が上川村を取れば川を渡り、次はこの村。我が村よりもまず上川村の者どもを救わねばならん。まことにその通りでございます。あの村の定めは我が村の定めも同じ。上川村の方たちにすぐに知らせ、我が村へ迎え入れましょう。その上で橋を落とし、奴らが川を渡れぬように。もし我らが戦議の中失礼いたします。されど何者かが門にて助けを求めておりまする。入れてやれ。鬼じゃ、奴らは鬼じゃ。いずこのお方か、何者にやられたのです。教えてくださる。亡者の目をした者たちがいずこからか急に現れ、奴らの大将はただただ見届けておった。奴らが。わしは上川村の者だ。何人かで林の中に逃げたが、鬼どもが追ってきおった。
わしの家の者は。お悔やみ申します。誰か茶と米をこのお方に。今すぐに奴らを撃たねば。あの村の定めは我が村の定め。お行きくだされ。敵は姿を現しました。私は守りに備えます。ご武運をお祈りいたします。あなた様。先生の名を汚すようなことはしません。Evet, hikaye böyle. Gördüğünüz gibi. Şimdi bakacağız. İkinci bölümümüz neler bekliyor bakalım. Veda etmeden önce bakalım nerede başlayacağız. Kamikawa Mura'nın mono domu de gozaimasu. ヤツの手下どもはすでに川を渡っておる。一刻の猶予もないぞ。森光殿。いざ参る。こっちだ。今の今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 だ。Evet, 生きておろうが死んでおろうが拙者は上川村にたどり着かねばならぬ。Kendinize iyi bakın. Bölümü beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açın. Bir sonraki bölümde haberdar olun. Hoşçakalın.